久保さん、パソコン音痴にしましょうか。まあ今日、今朝ね、まあお客さんからちょっと動画いただきまして、まあ昨日ね、ウェブカメラ使えばいいんじゃないですかみたいな。まあこれも Mac に入ってるウェブカメラなんですけど、で、まあ今日来てたのが、吉田さん、つながんないっすみたいなで。僕、パソコン音痴で、ウェブカメラちょっと使えないっす、今、つって、なんか葛藤してますみたいな。来たんですけど、 まあ、つまり、今までこのパ,パソコンのウェブカメラを使ったことがないってことですよね。うん、その、なんか、今、その、来たってことは。まあ、普段ね、リモートワークとか、普段こういうパソコンに入ってるウェブカメラを使ったことがあるんだったら、まあ、そうはならないじゃないですか。だから、初めて使ったと思うんですよ。パソコンにはあるんだけど。うん。まあ、何が言いたいのかっていうと、やっぱりその、ポケベル使いますって話で、今、 その時代が進化してていろんなまあ機能もあったりとかいろんなものが実装されていてそれを使えるのと使えないのじゃやっぱその運命の差なんですよね例えば分かりやすく言うと昔江戸時代の時って新幹線ってなかったじゃないですかでその便利なものに乗ればすごく移動できますよね飛行機もそうじゃないですかだけどそのチケットの取り方が分かんなかったらまあそもそも乗れないですよね それは結構簡単というか、まあ、どっかでまあ勉強したというか、まあ、聞いたというかね。うん、まあ、僕からすると、ウェブカメラを使うっていうのも別に簡単なんですけど、だからその、簡単にできるように、日頃からこう、なんか、積極的に、こう、いろんな新しいものを使うっていうのは結構大事かなと思いますね。うん。ただ、その、パソコンももう出てなですかね。 windows 98から考えると、ね、相当、歴、まあ、ちょっと歴史はあると思うんですよ。20年以上、30、2 0何年か。ね、98からもう30年ぐらいは歴史あると思うんですパソコンの歴史。だけど、そんだけのパソコンの30年ぐらいの歴史はあるんだけど、今日初めてパソコン使いましたっていう人は関係ないですもんね。使ったことないから、初心者なんですよね。だからまあ、時代に応じていろんなものが出てくるので、それをなんかね、 使えるようになるっていうのが結構生きていく上でで大事かなと思うんですよねうん特にまあ僕が使えるようになった方がいいなと思うのはやっぱインターネットですよねやっぱもうインターネットない生活っていうのはもう存在しないので 病院のやつ病院とか全て政府の情報管理とかも全部ネットでつながっていてクラウドで管理されてたりとかなんかデータベースで管理されたりとかとにかくそのネットでつながってるのでこのネットがなくなるっていうとう経済が回らないぐらいのダメージというかもうネットイコール生活にこう染み付いてるインフラなのでだから電気ガス水道ネットみたいなまあ、もうほんとここにいってますよ。うん ネットがないといろいろ困る。うん。会社もそうじゃないですか。会社もネット回線につながらなかった。今、どこの会社もきついと思いますよ。うん。だからやっぱ、そういう時代になってきたので、昔はね、例えば、なんか帳簿とかね、手書き、みんな手書きだったかもしれないですけど、今、手書きそんなないですよね。そう。だからやっぱ時代に応じて使えるものを変えて、使えるものを変えていかないときついかなと思いますね。いってらっしゃい。